こんにちは、遠藤聡です。今日はですね、スマートリモコンについてご紹介したいと思います。スマートリモコンですね、前から興味があったんですけども、今回初めて一つ買ってみましたので、その買ってみた感想をですね、シェアしたいと思います。スマートリモコンって何だというところなんですけれども、スマートフォンとかね、スマートスピーカーとか、あとはスマート家電なんていうふうに言ったりしますが、スマートリモコンというのは一つのリモコンでその部屋にある家電をですね、いろいろ操作することができる、いろんなことができるというようなリモコンです。で、今回私が買ったリモコンがですね、このネイチャーリーモというスマートリモコンです。で、本体はですね、これぐらいで本当にコンパクト、本当に手のひらサイズで、薄さもですね、これぐらいなんですね。本当薄いんですよ。これぐらいで、これをですね、部屋の壁にこうペタッと貼って、この裏からね、コンセントつないでおけば、それで使えるというものです。で、このネイチャーリーモと、リーモというものはですね、この中に気温のセンサーも入ってますし、あとは湿度センサーと、あとは人感センサー、人を感じるセンサーとかですね、そういうセンサーが非常に豊富に備わっているものです。部屋の室温が20度以下になったらエアコンで暖房をつけるとかですね、そういう自動化をさせることができるんですね。それ以外にも部屋の室内で人感センサーを使ってですね、30分ぐらい人が感知できないようなことがあったら部屋のエアコンを止めたり、あるいは照明を消すとかっていうようなことをすることもできます。そうすると消し忘れを防ぐことができるということですね。それ以外にもですね、これリモの操作、設定をするときには iPhone のアプリを使うんですけれども、 iPhone のアプリなので iPhone の位置情報を使って特定のエリアから、その範囲ですね、半径というか、何百メートル以内に入ったら自動でエアコンをつけるとかっていう自動化をすることもできます。なので外から帰ってきた時に部屋が寒くて、辛いなんていうことをなくなるわけですね。部屋があったかいところに帰ってくることができると、そういうですね、自動化をすることができるという、非常に便利なスマートリモコンです。で、このスマートリモコンをどういうふうに使うかっていうと、アプリでですね、設定をするので、もう簡単に設定画面が出てくるのでそれを見ながら設定すればいいんですが、基本的に操作できる家電というのは赤外線通信のリモコンで操作できるものは基本的には操作できるということになってます。なのでエアコンとか、あるいはテレビとかですね、照明とか赤外線のリモコンで日頃こう操作しているものはリーモにその赤外線通信の通信データを登録をすれば、このリーモでそれらの家電が全て操作できるということです。で、その赤外線通信の登録もですね、この近くでそのリモコンピッて押せば登録できちゃうので、とても簡単に登録をすることができます。ただし中には登録できないものもあります。私の部屋の場合で言うと間接照明とかですね、この普段使っている照明もリモコンで、赤外線通信のリモコンで操作はしてるんですが、やはりスマート電球とかですね、そういう環境を作ってあげないとちょっとすぐには対応できないというようなことのようです。さらにですね、このスマートリモコンで私がこう今使ってて素晴らしいなと、便利だなと思うのがスマートスピーカーとの連携なんですね。 Amazon Echo と、あとは Google Home とこれは連携をすることができます。なので私の場合は日頃 Amazon Echo を使ってるので、 Amazon Echo に向かってエアコンをつけてっていう風に話しかけるだけでエアコンを自動でつけることができる、ね、スイッチを切ることもできるし、あるいはテレビをつけてって言えばテレビをつけることもできるということで、音声でですね、この家電を操作することができるようになるわけですね。これすごく便利です。これだけでね、そのスマートフォンとかである程度自動化をして、気温が下がったらエアコンつけるとかですね、暗くなったら照明をつけるとかですね、そういう自動化だけでも非常に便利は便利なんですけども、それ以上にですね、やっぱり音声で操作できるっていうのは、例えばね、仕事をしながら寒くなってきたなと思ったらちょっとアレクサって呼びかけてエアコンつけてみたいに言えば、それでピッとエアコンがつくというのは非常に便利ですね。あるいはテレビつけてとかですね、朝もそうなんですよね。ベッドの中から Amazon Echo に呼びかけてテレビつけてとかって言えば、それだけでテレビがつくわけですよ。これですね、非常に便利。もういちいち手にね、リモコンを持ってピッてそれぞれのところでやる必要がなくなる。
ただ声だけで話しかけるだけで家電が操作できるようになるということで、私もこう、まあ、気にはなってはいたものの、いざ体験してみるとですね、これはもう元には戻れないなと、もう手放すことはできないなと思うような、もう本当快適で便利な日々の生活を手に入れていますので、ぜひですね、興味ある方は、特にこのスマートスピーカーね、Amazon Echoとか Google ホームを日頃使われている方はですね、このスマートリモコンもですね合わせて、使われるといいと思いますので、本当におすすめです。というわけで今回はこのスマートリモコンネイチャーリーモンをですねご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。